私は趣味で目標があります。しかしここ最近目標に届かず壁を感じています。そういう時モチベーションとかどうしていますかっていう相談なんですけれども、なるほど、なかなか難しいところですよね。で、その趣味って言った時に、どれぐらいの、打ち込み具合かみたいなところも結構あると思うんですけど、僕個人としては趣味っていうのは嫌にならないっていうのがすごく大事かなと思ってるんですよね。やっぱいかに長く続けるかで、要は趣味ですから、要はそれによって生活がどうこうなるとかそういう話ではないと思うんですよね。で、そうなってきた時に目標を決めてね、頑張るっていうのは非常に素晴らしいことだと思うんですけれども、あまりにもそこをストイックにこう追い込みすぎると、この趣味自体が面白くなくなってくる可能性があると思うんですよね。で、そうなったらやっぱその趣味っていうのをやることが嫌になってきて、趣味が趣味でなくなってしまうわけですよね。それって結構僕もったいないなっていうふうに思ってるんですよね。だからある意味その壁っていうのも、まさに趣味ですから楽しみと捉えて、どういうふうにその超えていったらいいかなっていうところを考えていく、そこの工夫っていうのをしていくといいんじゃないかなっていう感じがしますね。結局その締め切りとかがないようなもの、ちょっとその趣味がわからないのであれですけれども、締め切りとかがないのであれば、僕だったらとりあえずまずできることからやっていって、で、最終的にそこ行けれたらいいよねみたいな感じでやっていきますかね。嫌にならない工夫ですよね、努力をするって言った時に。それを意識してやってきますかね。それこそこの YouTube とかもね、ある程度その、まずはじゃあ1000人ぐらい目指してみようかみたいな登録者数ね、みたいなところでやってるんですけれども、それをね、本気で目指そうとかと思って結構しんどいわけですけど、いろんなね、企画とかやってみて、で、皆さんにも楽しんでいただきたらいいですしっていうのはもちろんあるけれども、僕自身がね、やっててしんどくない程度にみたいなところっていうのは結構意識してやってたりとかするわけですよ。だって、しんどくなったら、こんなんすぐやめちゃいそうじゃないですか。だって別にお金とかこれ発生してないからね、まだ現段階では。ってなってくると、やっぱり長期的にやっていく。で、やっぱね、結構時間が解決してくれるケースっていうのはあるかなと思っていて、受験とかでもそうなんですけど、一番厳しいのはですね、締め切りがあるっていうことなんですよね。別に浪人とかって手もありますけど、基本的には高3の、2月とか、そういったところが最終の締め切りのラインになると思うんですけれども、そこまでに全部仕上げなきゃいけないから、すごい焦るわけですよね。で、趣味の目標って言った時に、それを追っかけていくっていうのは全然いいと思うんですけれども、それはある種最終的なラインっていうところで捉えて言っておけばいいんじゃないかなと思うわけですよ。で、そうやってやっていた時に、なんかメリハリがなくなるかなっていうのもあると思うんですけど、その場合はやっぱ第二目標みたいなのを設けますかね、僕だったら。最終的にはここのラインに行きたいんだけど、まずはもうちょっと目の前の越えれそうな壁みたいなのを越えていこうと。で、それを繰り返しやっていくと、ある種階段を、登っていくような感じですよね。高い壁って、その一発で越えようと思うと大変なんですけど、別に階段をこう登っていくにちょっとずつちょっとずつ上がっていけば、割とすぐ越えれたりするっていうケースもあるんですよね。で、階段の勾配もさ、今言ってる話で言うと、本当に時間って、ある種好きなだけかけれる。好きなだけっていうのはちょっとわからないですけれども、なんていうかな、仕事であるとか勉強とかみたいな目先にね、決まっているような締め切りっていうんでないんであれば、ちょっとずつちょっとずつやっていくっていうところでやっていけば、比較的楽しくできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。あんまりなんかアドバイスになってないかもしれないんですけれども、やっぱ僕は趣味は楽しんでなんぼだと思ってるので、それ自体がなんかすごい苦痛になるっていうのはもったいないかなって思うんですよね。興味ね、なんかそのちゃんと趣味っていうのを持ててない人っていうのも結構やっぱいるかなと思っていて、いろんなね、娯楽があるので目移りしちゃうっていうところがあるとは思うんですけれども、そういった中でね、なんか目標っていうのが見つけれるような趣味があるっていうのは素晴らしいことだと思うので、ちょっとずつちょっとずつね、やっていくっていうところでやってみるといいんじゃないでしょうか。何かもうちょっと具体的なね、話とかがあったりとか、1年以内にやらなきゃいけないとかっていうんだったら、またそれは別の話ですけれども、また何かあったらね、聞いてもらえたら、全然質問答えていこうと思いますので、